で、また続きなんですが、これタイトルは簡単な視点の全体性レビュー185と。で、まあこれは順番通り視点の全体性レビュー16と。で、視点67というふうにやってます。で、今この一番上は使って、今こうやって音声を入れているので変更してしまうとエラーが出てしまうんですが、で、567というふうに上げようかなと思います。5、6、7という感じで上げてみたいと思います。お、100%。で、これがなんで処理が、処理が一気に95%まで来ましたね。94。今までゼロだったのに。で、この98というのがなくなってくれればいいのかなと思ってるんですが、あ、全部98。あ、独り言っていうだけでも100%になったなと思いました。で、投稿できるかどうか。独り言読んだ後なので、こうですね、視点につけてアップロードしようと思います。アメーバビジョンでも最低動画を1000本は上げてみたいなと思うんですが、そうすると結構な容量になります。実際にこの100メガバイトの容量をそのまま、随分アメーバビジョンのサーバー側で動画をソフト画質を落として圧縮してしまうので、大して容量は使ってないとは思うんですけども、という感じはしていますが、ほんの100ですね、98。動画で、許可しないと、これで載せてみたいと思います。お、動画できましたが、あんまり一気に動画を載せてしまうとエラーが出てしまうので、しばらく時間を経ってからゆっくり載せてみようかなと思っています。アメーバビジョンのトップを見てみたいんですが、新着はここにあったんだな。新着やると一人こと読んですね。ああ、再生回数が0回だ。ずーっと0回ですね。なかなかないですね。この1というのはトップからなくなったらまた動画載せようかなと思うんですが、寒い。動画結構早く上がってるんですけども、パソコンの置き場所をどうするか、下に持ってくるか、下に持ってくれば少しあったかくなるような気がするんですが、下に持ってきてもな、ほこり吸っちゃうような気もするんだよなとか、いろいろ考えているんですけども、畳の上じゃなければまあいいと思うんですが、ほこりを吸っちゃうような気がするんだよなと思ってます。で、負荷はどれぐらいかかっているかというと、50%ぐらい負荷がかかっているんですね。結構負荷がかかっているのかなと思います。バンディーカンも結構軽い速度、画面キャプチャーで軽い速度だと思ったんですけども、結構容量を使って、CPU を使っていいなというような印象を持っています。まあ、半分ぐらい使っちゃってるという感じでしょうか。で、これ今、そうですね、YouTube で、HD 動画、そうですね、電車の HD 動画など見てみたいんですが、電車の
風景とかはハイビジョンのやつが結構あるのですが、見てみたいと思います。旧積みっていうのはちょっとよくわかんないですが、ハイビジョンで再生すると、やっぱ負荷が、あれ負荷でも 30% ぐらいですね。まだ再生していないからかどうかは知りませんが、あ、でもやっぱちょっと高くなりましたね。やたらと長いやつ、20分尺が長いやつで、フルハイビジョンのやつがあればいいんですが、フルハイビジョンあるか、あ、ないな。フルハイビジョンのやつはどれだろう。これはフルハイビジョンか、あれ違うな。お、これはフルハイビジョンですね。フルハイビジョンにして、で CPU の負荷がどれぐらいかかっているのか見てみたいと思うんですが、あれちゃんと再生されないですね。データがダウンロードされてないのかどうかわからないんですが、フルハイビジョンの再生だとやっぱり負荷がかかっているのかなと思います。まあ、動画自体がダウンロードできてない状態ですね。2つぐらい動画のやつを、ハイビジョンのやつをダウンロードしているんですが、線にして、ああ、これも線でできるんだな。線、フルハイビジョンできるんですね。アップロードの方はまだ時間がかかってますね。まだまだかかってる状態なんですが、フルハイビジョンを2つ再生すると、負荷がどれぐらいかかるのかですね。これでも大して、ああ、でも、少しやっぱかかってきてるのかなと思ってます。まだ画面が動いてないからかな。あれ動いて、あ、動いた。おお、あれ少しカクカクしてんな。CPU はまだ 70% なのに結構負荷がかかってんのかなと思います。こっち側もカクカクなんですね。一回止めてみれば、こっち側どうだ。ああ、でもそんなの結構負荷がかかってんな。ああ、やばい。これは、うっかり忘れて100メガを超えてしまいましたが、こうなったらまあしばらく置いとこうかなと思います。なんで2つだとやっぱり、画面がカクカクするんだ。駒落ちしちゃってますね。毎回ここで、そっか、YouTube。まあいいや、ここで切ろうと思います。